皆さんこんにちは、黒川です。今回も鶴見緑地でスケッチしてきました。ここは西側のせせらぎエリアです。アジサイがきれいに咲くことで有名な場所でもあります。ただこの日5月26日はまだ花も小さくって見ごろを迎えるのはおそらく6月に入ってからかなと思います。また再び、アジサイを描きに行きたいと思っています。で、5月24日にここでスケッチしたのですけども、このようなスケッチをしました。左側に水鳥がきれいにいて、その瞬間をすかさずカメラに収めて、あとは、現場を見ながら描きました。2日後に同じ場所に来たというのは、このように私の赤い筆を取れない隙間に落としてしまって、それを回収しに来ました。定規とガムテープで無事回収できました。で、この日はそこからもう少し離れた場所で透明の横構図で同じ場所を描いてみました。ダイソーの平筆、これは画材ではなくて日用大工用の平筆を使っています。ナイロン製、幅3センチほどのものです。大きな場所を塗るときとても便利です。新緑の風景は緑一色なので、季節四季の中では一番難しく感じます。緑ばっかりなので全部同じ緑に塗ってしまうだけでは全く何を書いてあるのか分かりませんし、かといってあまりいろいろな色を入れすぎると色が濁って秋みたいな景色になってしまいます。なので黄色から青まで幅広く色を使いながら、明暗も加味してなんとか表現したいなと思って頑張っています。今回は新緑を描き出してちょうど5作目のスケッチになって、やっとこの日に慣れてきたかなといった感じです。思い返してみると4月22日のスケッチが、左下です。韓国館跡前の芝生で描きました。で、次がゴールデンウィーク明けて5月10日に花の谷の一番端っこ、木菖蒲が咲いているところ、そしてここは中央ゲートの近く5月13日に描いて、で、これが、このスケッチの2日前5月24日せせらぎエリア、そしてこの今描画中のスケッチ5月26日といった感じです。貴重な新緑の季節なんですけども、緊急事態宣言があったりとか、梅雨が思いのほか早く始まってしまったりとかで、なかなかスケッチに来る機会というのが少なかったです。まあ本当に貴重な機会逃さないように、したいですけども、まああと6月にアジサイが描ければいいなと思っています。
で今回からビデオの長さをいつもの10分から30分に伸ばしています。というのはスケッチはいつも1時間半から2時間ぐらいかけてするんですが、それを毎回10分の長さにまで短縮して編集するのがなかなか大変なことなので、今回ちょっと30分に、挑戦してみようと思ってやっています。どうしてもその切り取ったり選んだりするのも大変ですし、あと早回しも対応しないといけないので、チャカ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 してすごく見にくいというのもあります。で幸いなことに YouTube は、2倍速で見れるような設定ができたりとか、あともうだいたい概要だけ知りたかったら下のバーを動かしてこう飛ばして見ることも可能ですので、もう見たいように見ていただければいいなと思って、30分に一度やってみました。で、今だいたい乾いたんですけども、ちょっと私、水彩絵の具でできる輪染みとかの模様がすごく好きで、もっと面白くならないかなと思って無謀にもさらにスプレーをかけてしまいました。それがですね、今下の方に表示されている通り、そこに落ちたまった水の処理をですねちょっと吸い取っておくとかをしなかったので、だんだん下の方から露骨に逆流してきて、後でそれを隠蔽するというか普通に見れるようにするのにちょっとだけ四苦八苦しました。で今、描いているのは木々の葉っぱをラップを使って、スタンピングという技法で、表現しています。2倍速なのでどうしてもトントントンってただ叩いているように見えるかもしれませんけれども、叩く強さを調整したりとか角度を調整したりとかして、二度と同じ形にならないように意識して、施しています。ちょっとこうやって乾いたのでなんとかマシにならないかなと思って、水面の方ですね色を重ね塗っています。でもなかなかですね明るくこう浮き上がってきてですね、この逆流したところはなかなかマシにならないです。こうなったら濃い色をもう一回塗るか、でかもうちょっとしっかり乾いてからもう一回濃い色を上から重ねるかといった感じになります。で今使っている紙はある種の細めです。26センチ×36センチの大きさです。絵の、大きさ、描く大きさは好みにもよると思うんですけども、ちょうどこれぐらいの大きさ、F4 相当ぐらいですと画面全体を意識の中に入れることができるので、だいぶそういう全体感で描くのには、取っかかりやすい大きさかなと思っています。で、スタンピングをしているんですけども、この形は最後まで残るとは思っていません。まだここにいっぱいいろいろ色を重ねてなんとなくちょっと出ればいいかなという感じに思っています。
まあ、絵を描く前に大体完成図を想像しておくっていう練習は私はいつもしているんですけども、やはりそれはかなり経験してやっと本当にはっきりとしたイメージが湧いてくるもんなんじゃないかなと思っています。よく教室でやっぱりそういうことをお勧めしてもやっぱりできない、という悩みを聞くこともあるんですけども、まあ、これはですね、最初からすごく考えてプッとできるようなものではなくって、私自身もう全然自分でもあんまりできてると思っていません。まだまだ全然経験不足です。一つ一つまず経験していって、こういうふうにしたらこんな感じになるな、こういうふうにしたらこういう感じになるなっていうのがストックされていって、初めて何かこういう感じの絵にしたいなとかと思った時に、その前の経験から引っ張り出してこういうふうにすればこんなふうになるっていう、そういうのが構想がだん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 できていく、そういう感じかなと思っています。かなり漠然とした説明の仕方ですいません。まあ、海外旅行とちょっと同じ、置き換えて考えていただければいいかなと思います。まあ、例えば初めて見知らぬ国に行くと、で分からないから何にも調べずに行けばいいかって言ったら、分からないなりにもちょっとこういう感じ、ここに泊まってこう移動して、それからここに泊まってこういうとこ見てと、やっぱりある程度計画は立てた方がいいと思います。そして現地に行って何かハプニングがあったりとか、何かあった時に、初めて、そこで計画変更したりとか、まあ、全然想定外のことになったりとか、することもあるんじゃないかなと。でも本当にそれと似ていて、計画は一応はイメージは立てるんだけども、必ずしもその通りにはいかない。特に経験まだ全然不足していると全然その通りにはいきません。まあ、絵はバランスなので、そのバランス優先で、どん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 結局ここをこうしようとか、あまり具体的なことを考えているとその通りには いきません。でも、その国に例えばだいぶ何回も行ったことがあると、そうするとだいぶ計画も細やかに立てれるようになっていきますし、だいたい危ないところとか注意しないといけないこととかもだいたい分かってくるので、だいたい思い通りにも行きやすくなる。全くゴリ夢中すぎるっていうことは避けられると。それで、まあ、自分が楽しみたいような目的を遂行できるような旅の構想が立てれると。まあ、絵も結構そういう感じかなと思っています。あともう一つ思うのが、まあ、経験の浅い間っていうのは演技の幅の狭い役者みたいな感じかなと思っています。まあ、喜怒哀楽ありますけども、そういう、熟練した役者さんですと、同じ笑うにしてもいろんな笑い方ができたりとか、まあ、いろんな泣き方ができたりとか、まあ、いろいろその一つの感情でも幅のある演技ができたりすると思うんですけども、
ぱり最初のうちは泣くとか言ったらただなんかえんえんみたいな演技しかできなかったり、学芸会みたいなぐらいしかできなかったりとかするとということになると思うんですね。でもいろいろと経験を積んで研究していけば、いろいろとその細やかな表現の幅っていうのが広がってくるんじゃないかなと思っています。なので、最初にその構想ができないとか、やっぱり考えてもそのイメージが湧かないといって、構想してしまうこと自体をもう諦めてしまうというよりは、まあ、そういうもんなんだなと思って、あ、なんかこうやったらこうなったな、こうやったらこうなったなっていう最初手探りで描く段階を経て、そしたらいつの間にかちょっと表現力もついていたみたいな、そんな感じになるんじゃないかなと思っています。で、私もやっぱりまだ全然経験、浅いですので、まあいろいろと自由自在にはいきませんけども、経験を積んでいくことでそういった表現の幅を広げていきたいな、そして構想も楽しくできるように自在にできるようになっていきたいなと思っているところであります。政治家みたいになってしまいました。ということで、だいぶスケッチの方進んできました。緑ばかりの風景でも色の幅をある程度つけるということを意識しています。最初の方の、スケッチはあまりにもちょっと赤褐色を入れすぎて、なんかあんまり色が綺麗じゃない、新緑って言ってもちょっとハテナマークがつくような感じにしか描けなかったですけども、まあ、今回はできるだけ色をきれいに、表現したい、そうやって心がけて、まあ、5枚の中では一番、新緑らしさが出たんじゃないかなと思っています。で、木の幹は桜の時期は茶色にしないでくださいね。もう桜の木の枝とか茶色っていう思い込みで茶色は塗らないでくださいねっていうふうに、教室では、申し上げてたんですけども、まあ、この新緑の場合はですね、どこかに赤色が欲しいんですね。赤色って言っても真っ赤な赤じゃなくてほんの少し赤みです。で、あんまり緑に入れすぎると汚くなってしまう、新緑らしさがなくなってしまうので、若干心持ち、この木の幹とか枝をちょっと茶色っぽく赤みを入れた感じにしています。露骨にならない程度にしています。それと赤を入れるところでおすすめの場所は、やっぱり土が見えている、ちょっとは土が見えているという体で、ちょっと生えた地面のところの一部ですね、全部に塗ってしまうとまたそれはそれで汚くなってしまうので、その全部が緑に覆い尽くされているわけじゃないので、ちょっとそういうところをバーミリオンですっとなぞ、薄くなぞる、一部なぞる、そんな感じで、今回は赤みを入れています。まあ、最初の平筆からサランラップに持ち替えて、今普通の丸筆に、移って描画をしています。丸筆に移ってはいるんですけども、
結構大きなタッチで、先ほどのサランラップ、あ、サランラップじゃないんですけどクレラップかもしれないんですけども、それをこう上から覆いかぶせるように、まあ、グレージング、グレーズって呼んでるんですけども そのようなタッチで、あまり露骨にならないように、ならすような感じでタッチを入れていっています。で、奥の方の建物とか橋とか、もう描いて、それで木の映り込みとかも水面に描いていっています。まあ、先ほど木の方赤みを入れるって言っていましたけど もう一番手前に見えている2本ぐらいで、奥の方はもうあまり赤くしすぎないで、ちょっと青みに傾けて、表現しています。まあ、下の方ですね、逆流したところちょっと強いエメラルドグリーンを入れて、ちょっと落ち着いてきたかなと思っています。映り込みの強弱をつけていってる段階です。そしてやっと細かいタッチで、暗い色を入れていっています。ちょうど木のこの底の部分ですね、まあ、もしこれが桜だとか空の雲だとすると、お尻に当たる部分が太陽から反対方向を向いて暗くなるので、そこを暗くしていってます。その時にできるだけ爽やかに表現したいので、通常岩とか石とかにつける影色ではなくて、水色で、水色を主に使って、表現、影の方の表現をしています。で、そこだけに塗るんではなくって、そこに塗ったら他のところもいらうという感じで、色とか描画が一箇所にとどまらないようにして、全体を見ながら描き進めています。そして手前の2つの木がやはり一番主役っぽく、特に右側が見えるようにと思って、ここら辺、主樹、あまりそれ以外の木が目立ってくることがないようにと思って描画を進めています。まあ、新緑でメインで使っているのはエメラルドグリーンです。エメラルドグリーンから黄色、それに水色といったところが主な今回使っている色です。結構爽やかになるなと思って自分でも気に入ってるんですけども、まあ、最初先月の下旬に新緑を描き始めた時はあまりちょっと定まってなかったので、あまり綺麗な色は使えてなかったなと思ってるんですけども、やっぱりそこら辺の差し加減がすごく難しいです。これを書いていると後ろを散歩する方からも話しかけられて、ちょうどやっぱり話しかけて来られる方はご自身でも絵を描いていらしたりとかされる、すごい関心のある方で、今回も、新たな出会いがありましたので、展覧会の方DM を渡したりとかして、まあ、コミュニケーション、しました。
でもちょこ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 と、最後はあんまり、最後はもう全体のバランス見ています。ちゃんと主役が出てきてるかなとか、おかしいところはないかなとかあのちょこちょこ描くか大きく塗るかみたいな感じですね。最後中途半端なあのペタペタっていうのをやりすぎると全体が濁っていくので、ちょこちょこか逆に大きくかそれを全体を見ながら、もうあの目の前の何がどうなってるとかはあんまりこの段階では意識せずに、あと全体的にこの絵が綺麗かなとかバランス取れてるかなとか、そういうことを思いながらあの描画を進めています。ここでちょっと細かいところに、気になりすぎたりとか、ここがああなってるとか、あの正確なあの説明に意識を向けすぎるとちょっと、色が濁ったりとかしていく感じになると思います。終盤になってきました。絵は写真から描くにしても実物を描くにしてもですね、やはり、見てもらう人に好感を持ってもらえたらいいなって、多分誰しも思ってると思うんですね。で私もやっぱり、まあ、自分の楽しみでしているにせよ、やっぱり見てくださる方にいいなと思ってもらえるような絵が描けたらいいなっていうのはやっぱ正直思っています。で、いい絵の定義っていうのはね、なかなか難しいんですね。でもある程度、まあ、私なりに、どんな絵に好感持つかなっていうのがあって、やっぱりその絵を見るとその描いた人のそのモチーフと過ごした時間とか見つめた時の眼差し、気持ちが、まあ雪のようにですね、こう積み重なってるような絵っていうのは、うまいとか下手とかに関わらず結構好感があるなって感じます。なので何かうまい描き方があって、それをただやりましたとか、何かいい技法があってその技法をやったっていうだけだと、なんかちょっと寂しい感じがするんですね。なのでそういうところを大切にしていきたいなと思っていて、スケッチが好きなのもやっぱりそういう、まあ、自分が見た眼差しとか気持ちとか、まあ、その場所にいた時間とかがまだ出やすいかなと思って実際スケッチに行ったりとか、あの実物を見て絵を描いたりとかすることが結構好きです。まあ、もちろん写真を見て描くの全く悪くないですし、思い入れなどがある写真を大切に描くというのはすごく素晴らしいことだと思っています。ということで、もう最終段階に差し掛かってきました。今左右に施しているのはラベンダーでグレージングをしています。できるだけ真ん中の主役の木に視線を行ってほしいと思ってなじませています。まあ、実際とはちょっと画像の調整がうまくいかないんですけども、こんな感じで出来上がりました。長時間ご覧いただきましてありがとうございました。